皆さんこんにちは、アマゾンのですね、堀内と申します。今日はですね、20分お時間いただきまして、プログラミング AWS with Parl というタイトルで、アマゾンウェブサービスですね、AWS の、クラウドコンピューティングサービスを Parl から、操作する方法というところをご紹介したいと思います。ちなみに皆さんとか AWS 使ってらっしゃるなんてどれぐらいしますか？結構半分ぐらいですかね。ありがとうございます。今日はですね、そのParlで AWS 使うという話をするんですけども、まず簡単に自己紹介させていただきますとですね、堀内と申します。職業はテクニカルエバーテリストという仕事で、AWS をですね、布教するためにですね、フランシスコ W というかそういう感じでですね、日本中を回ってですね、話を予約させていただいてます。発動したりですね、講演したりとか、あとブログ書いてまして、AWS って非常に毎週毎週新しいサービスという方なんですけども、そういったサービスもですね、日本語で紹介するようなブログを書いてます。Twitter 堀内で、Facebook をやっているタイプでやってますので、ぜひフォローしてください。もしフォローしてない方が実施いただけると、エヴァンジェリストとしては評価が上がるらしいので、ぜひですね、今日まだフォローしてない方はフォローしていただければと思います。で、もともと私ですね、Parlを使ったサーバーサイドの、エンジニア、を10年ぐらいやってまして、その後ですね、ソーシャルゲーム会社で Python を紹介したというような経歴なんですが、ざっと私の経歴紹介しますと、パワールで紹介しますと、大学に入っている県と CGI がですね、初めて掲示板を使うと、そこから私のパワールを初めて触った、時なんですけども、その時はユーズストリートとか知らなくてですね、自分で取り入れていたんですね。で、渋谷 PM というのに、参加されまして、当時のエラーさんとかですね、新たに、伊藤さんとかですね、で、なんかこの人たちと衝撃を受けてですね、もう変わらずにどっぷりハマっちゃったんですね。で、スレッジというのを、その当時ですね、ありまして、ウェブアプリケーションフレームワークですね、それで、オブジェクト思考を勉強したりとか、プログラムの経験はそんなに長くないです。でですね、調子乗ってですね、C1 のモジュールを入れたりとかをしていたんですけども、Parlで作ってたサービスがですね、なかなかこう、赤字続きでですね、ちょっと転職しようかなと思って、Python の会社に入って、ちょっと Parlから離れました。で、Python の会社でですね、Python のプログラム書いてるんですけども、集計プログラムを書くときにですね、どうしても Parl 書けなくて書いたらですね、それが今まだ、風味さんとして、会社のコンテンツですね、台本に入れないので、たまに入れられるという、そういった、経歴です。で、今日のお話なんですが、AWS っていうちょっと簡単に紹介させていただいてですね、その後、AWS を、いろいろコマンドラインから使う、コマンドラインインターフェースとかですね、ラッパーとか、そんな話をしていきたいと思っています。まず AWS をですね、これを使っていきたいと思うんですけども、今結構ですね、日本でも2万カウント以上ありまして、多くのお客さんに使われています。でですね、海外の、調査会社の、調査ではですね、なんかこう、IaaS の部門ではこのリーダーと、結構ですね、GI とかランキングされていただいたりとか、あとは最近エンタープロセスの業界でもクラウドでですね、この辺に AWS と書いてあるんですけども、リーダーと位置づけていただいているという感じで、結構ですね、多くの人使われていますと。で、インフラストラクチャーって会社でありまして、日本にもデータセンターがあります。世界で8カ所のデータセンターがありまして、9カ所目はダブルクラウド整備専用のクラウドなんですけども、それ以外は皆さんアカウントを作れば好きなところにサーバーリスを立ち上げるというふうな環境が用意されています。で、AWS の特徴の一つは非常に機能の追加が激しいということなんですね。ただサービス出すだけじゃなくて、毎週毎週何かしらのサービスアップデートがありまして、昨年は159個新機能等々が追加されました。で今年もですね、もう100個以上追加されていて、多分年間200以上サービス追加されます。で、その結果ですね、今は本当に30以上 AWS っていうサービスがありまして、仮想サーバーの EC2 というもの以外にですね、最近だとレッドシフトっていう、データレバースをですね、1時間だいたい125円くらいから使えるっていうようなものですとか、ダイナモディーエの SQL ですね、で最近レギスを、キャッシュサーバーとして使えるような、安キャッシュっていうのが、ウェブキャッシュに対応したり、レディスに対応したりとかですね、UML でハードウェブ使いたいとか、CDN 使いたかったら、クラウドフォームフロント使うとかですね、こういったさまざまなサービスが、あります。で、これらのサービス、どうやって使うかということなんですが、一つはですね、ブラウザベースのコマンドマネジメントコンソールというところを操作できます。
全部ブラウザベースのコントロールチェックとかできるんですけども、まあ、それ以外にもコマンドラインツールとかですね、では、プログラムから AWS のリソース、まあ、全てのリソース操作できますと。で実はですね、これらのブラウザは、全部 Amazon のサービスって、まあ、皆さん多分ご存知だと思いますけども、 API がつながっていて、まあ、全てですね、プログラムから制御できると。なので、まあ、自動化してですね、まあ、運用効率を上げるとか、まあ、そういったことが使えて、実は AWS で一番優れた側面というのは、まあ、プログラマー、エンジニアがですね、まあ、インフラも全部自分でプログラムで制御できちゃうと、まあ、こういったところだと私は思っています。まあ、例が、示すとこんな感じですかね、普段使うサーバー以外のストレージとロードバランサーとかネットワークの設定とかですね、プライベートクラウドとか早く作ったりとかしますけども、そういったものが必要な時に使うだけ、使うことだけ知らないと使えないと。でこれらが全部 API で制御できるというのが AWS ですと。で、まあ、有名な、プログラムから制御するということになりますと、まあ、AWS の SDK というのが公式でたくさん用意しています。 AWS Amazon.com.jp のツールズとこのサイトを見ていただくと、分かるんですけども、まあ、全部 API がですね、プログラム言語から使えるラッパー、できたラッパーが、まあ、公式として提供されています。で、イメージとしてはですね、 SDK から、まあ、SOS を使って、まあ、認証情報ですね、 AWS のシークレットキーとアクセスキーとそういったものを使ってアクセスするんですけども、まあ、サーバー起動するとかですね、ストレージで保存するとか取り出すとかデータベース起動するバックアップするとか、まあ、RDS ですとかですけども、あとはメトリックスという形でですね、まあ、ステータスですね、まあ、そういったものを AWS、まあ、そういったものをですね、プログラムから取ってですね、まあ、サーバーの負荷の話とか、こういったことも全部プログラムで自動化していきます。でですね、SDK、今どれだけあるかというんですけどもですね、まあ、Android と iOS とお前用の SDK があったりですね、Java が一番最後のビデオだと思います。で、.NET が続いて、PHP、この辺りで来てですね、最近 Python の中のボトというライブラリが入っているとか、もともとサードパーティーとか、こっちに入ったんですけども、今は Amazon の中に入って作っていたり、つい最近のノード JS ですね、これも対応しています。そうですね、パワーじゃないですよね。まあ、だから、パワーが公式ないからないんですけども、まあ、ちょっとこれ置いといてですね、AWS のコマンドラインインターフェースの話をさせていただきたいと思います。でこれ、まあ、どんなものかですね、コードラインですから、まあ、プログラミングに関係ありませんので、ちょっと紹介したいと思うんですけども、まあ、これ一つでですね、AWS の主要サービスというのが操作可能と。もともとですね、コマンドラインツールって、EC2 とか、S3 とか、各サービスごとにですね、それぞれコマンドラインツールがあったんですね。ただこれ、一個一個全部ダウンロードして、サービス使うためにインストールして使わなければいけなかったんですが、これ使うとですね、もう一発インストールして、すべての AWS サービスを、まあ、これ以降のインターフェースで操作できるというですね、ものです。で昨年の12月にデベロッパープレビュー版が公開されまして、その後ですね、つい最近、今年の9月にですね、まあ、正式版という形で、まあ、公にお呼びになったという、結構新しいインターフェースで、多分 AWS をですね、これから操作するとコマンドから操作するというのは、この AWS のコマンドラインインターフェースを使って操作するのが、まあ、ベターだと思います。で、最新版、昨日、今日出たんですけども、1.1.0 という形で出てまして、まあ、S3 の操作よりですね、やりやすくなったりとか、まあ、EC2 の最新のバージョンで API に対応したりとか、そういったアップデートを毎回頻繁に行っています。まあ、Python も2.0 ですね。で、対応しているサービスが、これ、まあ、ウェブサイトから取ってきたんですけども、ウェブサイトの更新も追いつかないぐらいですね、まあ、いろんなサービスをどんどんサポートしてまして、まあ、サイトだとこの辺使えないことになっているんですけど、最新版をダウンロードすると、まあ、エアスリカのプリユースとか、ドリップとかですね、クラウドフロントとか、まあ、タイムラインですね、こういったものとか、検索エンジンとして使えるクラウドとか、ちょっと日本語では私はちょっと対応しないで、微妙に使えないんですけども、こういったものもサポートしているので、まあ、グレッシャーってですね、アーカイブ以外のほぼ全て、このコマンドラインのインターフェースで操作できるかなというような、状況です。で、インストールの仕方なんですけど、非常にシンプルで、Python 製なんですね、PIP インストール、AWS CLI と打っていただければ、まあ、するっと、環境にですね、このコマンドラインインターフェースが入ってきます。で、ちょっと紹介をすると、まずインストールしたらですね、設定ファイルを設定してあげる必要があります。まあ、環境変数で設定してもいいですし、自分のですね、ホームディレクトリーと AWS でディレクトリーを作って、
って、まあ、そこにコンフィグとなるファイルを作ってですね、でこれアクセスするのは ID とシークレット、ID とパスワードみたいなものですね。こういったものを設定してあげると、まあ、これが、プログラム、コマンドラインを実行するときに使われるというような形です。でこれですね、他にもこう何個か指定していって、複数のアクセスキー、ID をですね、切り替えて使うといったこともできます。でまたですね、これやっておかないと結構辛いと思うんですけども、コマンドラインの、インターフェースがですね、結構複雑で、複雑というかたくさんのコマンドがあるので、全部覚えきれないと思うので、他の機能を有効にしておくことがですね、おすすめです。バッシュとか、DCC とかですね、Z シェルとかですね、こういったものを使うときに、こういった設定しておけばですね、まあ、AWS でタブを押せば、コマンドも保管できるというふうにできますので、これを設定していくということがですね、おすすめです。で使い方は非常にシンプルですね。AWS というコマンドがインストールされますので、AWS、EC2 使い方は EC2 のデスクライブインスタンスですね、まあ、インスタンスで HR が表示されたりですね、S3 の LS だったら自分が持っているバゲットに従わせてみたりとか、あと結構地味に便利かなと思うのが S3 のシンクっていうコマンドがあって、カレントディレクトリーですね、S3 の中の、バゲットにのディレクトリーに全部同期するみたいな。バックアップとかですね、こういう時にコマンドに一発で S3 っていうのはクラウドストレージにバーッとバックアップするとか、こういうことが簡単にできます。実際ちょっとやってみましょうか。例えばですね、AWS S3 の LS とかやるとですね、ちょっと文字がでかすぎますけど、マネプレジャーが取れたりですね、 EC2デスクライブインスタンスですね。これだと基本的には JSON 形式で使えてくるので、あとは JQ とかですね、そういうのを組み合わせてあげて、データを引っ張ってくるという形でかなり連携しやすくなっていると思います。あとですね、まあ、説明資料にもあるんですけども、アウトプットオプションというのがありまして、テキスト形式かテーブル形式というので取れますので、昔のですね、コマンドラインのインターフェースに慣れている方は、アウトプットで、テーブルですとテーブル形式で出るんですけども、例えばテキストとかですね、入力してですと、従来、コマンドライン、インターフェース、コマンドライン使っている方は、大事に向かいのテキスト形式で情報を取れると。いったこともできます。でですね、これアウトプットですね、こう、指定すると OK です。で、あとですね、わからなかったら、まあ、ヘルプで最後につけると、まあ、それぞれの、コマンドとかですね、ヘルプ情報が出ますので、これをデータベースにしていけば、まあ、迷わず使えるんじゃないかなと、まあ、こういうふうに思います。でちなみにですね、まあ、CMI の情報は、AWS Amazon.com CMI ですね、GitHub で、ソースコード管理してますので、こちらでソースコードを終えます。あとはですね、日本語があるとか、見られるとか、あとブログでもちょっと紹介してますので、まあ、こういったものを見ていただければと思います。例えばやっぱりこれ、パワーパイソンですね。なので、これパワーから使えないかというところをですね、ちょっと、見ておきたいと思うんですけども、実はですね、昨日調べてありましたということで、試したんですけど、AWS の CLI ラッパーっていうのがあります。広瀬さんですね、が作ってくれた、AWS CLI のラッパーしているモデルですね。使ってみて感じても本当に、ツールと、まあ、AWS コマンドラインインターフェースですね、CLI を簡単に使いました。で、まあ、使い方は非常に簡単で、有事で、入手ですね、リージョン、データセンターの場所を指定して、あとはですね、まあ、この AWS インスタンスと、マグロットとして、EC2 とか S3 とかコマンド指定して、パラメータを出すと。いったような、こんな使い方で簡単に使えます。で例えばですね、さっき、テーマでお見せしたような、パワー S3 からデータを取ってくるという場合を、リトリーブ S3 とかで伝えてあげれば同じような結果が返ってきます。これもパワーで返ってますね。まあ、こんなすごいシンプルなスクリプトですけど見えないですかね、非常にシンプルなスクリプトですけども、これだけですね、普通に入して、S3 で LS を出してあげると、それと同じように獲得ということなので、基本的にコマンドラインインターフェースでできることは何でもできちゃうという感じです。
でですね、これ使うと、例えば AWS の面白いところはですね、この VPC っていうプライベートクラウドを AWS のですね、クラウドの中にこう作ってですね、まず平均を作って、10.0.0.0 のデザイナーブロックの大変品を作って、その中にこのリンクサーブネットですね、この 10.0.0.0 のネットマスク24というですね、デザイナーブロックを作って、インターネットゲートで作ってですね、ここにですね、例えばノールタイプのサーブを配置するとか、これを全部プログラムでバーッとやることができます。でこれもですね、昨日、夜中にして作ったんですけども、久々にパール書いたんです。結構時間かかったんですけどね。コードにして大体200秒ぐらいになっちゃいましたけども、VPC 作ってですね、そのサブネットを作って、ルートテーブルを定義してですね、インターネットゲートで作ってとか、まあ、こういったものをバーッとですね、プログラムで、コマンドライン叩く感じで、ずらずらっと書いておくですね。これで先ほど作ったこんな環境がですね、一瞬で作れちゃうと。実際今作ってみたいと思うんですけども、こうして、実行してみますとですね、VPC が作れました。サブロットができました。全然面白くないですけども、今、まだプライベートすると思ってます。プライベートクラウドが作られてです、ね、その中にですね、まあ、サブの設定がされて、まあ、EC2 のインスタンスサーバーが立ち上がりました。まあ、サーバーがですね、今ですね、ペンディング、まあ準備中なんですけども、今状況もあっていて、まあ、これがですね、完了したら、立ち上がったらですね、固定 ID を割り付けて、その ID をですね、このサーバーにアクセスできますよと。まあ、ここまでですね、プログラムで書けばですね、まあ、一瞬で、まあ、簡単にできちゃいます。で、その使用前後見せないとあまり意味なかったですね。これが3つの、これ VPC ってプライベートクラウド、何度でも AWS のアカウントから持てるんですけども、多分利用するとですね、3個が4個に。なっているはずです。4個になりました。VPC というです、ね、ものが作られて、あとはですね、EC2 はサーバーが増えていると思うんですけども、ちゃんとタグをつけるようにしたんで、YAPC というですね、タグがこうついたですね、サーバーが立ち上がっています。立ち上がったサーバーの詳細はですね、これ固定 ID をつけるようにしたんで、サーバーに固定 ID が割り振られていて、この固定 ID を叩くと、まだ多分、ステータスチェックが終わってないんですね。ちょっとまだアクセスできないんですけども、これにアクセスすれば問題なくですね、このサーバー、MT をインストールしまして、MT の画面が表示されると思います。多分まだアクセスしてない。あ、出てましたね。はい、こういう形でですね、簡単にサーバーを立てることができます。多分そろそろ時間なのでですね、飛ばしていくと、まとめますとですね、AWS の CLI、これですね、AWS が正式にサポートしているといいますか、作っているコマンドラインインターフェース、すべての AWS のリソースをですね、操作するのに、こうデファクトになっていくインターフェースなので、ぜひこれを活用くださいと。で、これをラッピングしたですね、AWS CLI マッパー、これ非常にパラレルでもすべてこれ使えば操作できると思いますので、ぜひですね、これを使って、インフラも全部バーガーの整備者でですね、アプリケーションの開発からインフラまで全部、コーディングを楽しんでいただければと思います。最後ちょっと紹介をしたいと思うんですけども、もし AWS 使ってない方がいたらですね、アカウント取得してから1年間無料利用枠というのがあって、まあ、これ使うと、まあ、一番小さいインスタンスだったら1年間無料で使えるとか、まあ、こういった、お得なオプションがあります。まあ、これですね。あと、9月28日、京セラドームで、AWS でユーザーグループのイベントが、京セラドームになりますので、ぜひ来てくださいというと、あと、もしラスベガスに行きたい方がいたら、ここに来てください。お金かかりますけれども、一緒にラスベガスで AWS の話、しましょう。以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。そんなある方でいらっしゃいますか？今までパールのマシンパートナーとか、例えば、AWS S3 とか、はい、ウェブサービス FS とか、いろいろ面白いのが上がっていると思いますけども、はい、これから AWS CLI の方に見せていった方がいいっていう感じですか？ラッピングされている部分もありますので、多分その各モジュールは全部 API の総集めいただいているので、もしかしたら性能が良かったりするかもしれませんし、AWS CLI とインストールしなきゃいけないので、まあ、一手間かかるんですけども、まあ、AWS CLI が勝手にどんどんバージョンアップしていきますので、
全ては最新のコマンドラインのインターフェースをかけるという意味では、AWS の CLI を使った方がいいかもしれないですね。パチュアルのことだと、ちょっと使って、日々に使うときは自分で補充を上げた方がいいですか？そうですね。まあ、でも基本的に中の人がその CLI のライブラリを書いている。まあ、基本コードっていうのは、そのライブラリを、ラッピングしてるので、ラッピングで出しちゃいますけども、中はしっかりしていると思うので、まあ、パフォーマンスなんかも、まあ、そうですね、おすすめは CLI 使うのがいいなっていうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では、時間になりますので、終了させていただきます。ありがとうございました。